サッカークラブトルクメニスタンリーグ所属ホームスタジアムは2万6000人収容のコペトダグスタジアムチームカラーは青と白トルクメニスタンリーグ及びトルクメニスタンカップで優勝各6回を誇る古豪であるクラブは44年間にわたりソビエト連邦サッカーリーグに参戦参加時期によりロコモティフスパルタクコルホッチ ストイテル、コペトダグの名前で出場した。ソビエト時代、1980年代に、バレリー日本武西がコーチの一人として参加していたことがある。ソビエト連邦の崩壊後、チームは独立国家共同体のオープンチャンピオンシップに参加することを計画したが、多くの違いのためにチャンピオンシップは行われなかった。最初の数年間は、 トルクメニスタン代表チームのベースとなるクラブであった。2008年に彼らは金融危機のために解散し、数年後に戻ってきた。2015年、トルクメニスタン内務省の指導の下 FK コペトダグが再建された。クラブは2部に相当するトルクメニスタンファーストリーグとトルクメニスタンカップに出場。この年の昇格プレーオフに勝利し、2016年シーズンに 昇格を果たした。ありがとうございます。